はい、えー、それでは5月30日の3問に入る前に、えー、お知らせがございます、えー、6月からどのように卓研合格するのか6月から卓研合格するための、えー、3ステップということで動画でまとめました、えー、この3つを一つ一つ順を追って実行していきましょうそうすれば今年合格できる確率もぐんと上がります で、この3ステップの動画についてなんですけども、この動画の最後にお知らせいたします。そして短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日となりましたので、もし今年絶対合格したいという方は、ぜひ短期講座の受講をご検討ください。で短期講座はこちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入ります。 留置権は登記をしなくても留置することで第三者に対抗することができる丸か×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは丸ですね留置するっていうのは物を返さずに手元に置いておくというイメージです留置権については登記っていうものが認められていないんですね留置することによって第三者に対抗することができます なので、登記は不要だということです。これ、具体例考えるとすごく分かりやすいんですけども、時計を修理に出したけれども、代金を支払わなかった、修理代金を払わなかった場合、時計屋さんっていうのは、その時計というものを留置することができるんですね。つまり、え時計屋さんっていうのは、えー、修理してくださいって頼まれますよね。頼まれて時計を受け取ります。で、え受け取って代金払わないのであれば、返しませんっていうふうに、 時時計計を返さないいで時計屋が手元に置いておく。これができるんですね。まあ、ここにも書いてある通り時計屋はお金払わないなら時計返さないよっていうふうに主張できるって話です。でそしてその時計を譲り受けた第三者つまり、えー、時計を修理に出した人が第三者に売っちゃったよとでその第三者が時計屋さんに私買い取ったんでその時計、えー、引き渡してくださいって言ったとしても時計屋さんは 代金支払ってもらってないから代金債権に基づいて留置権を行使することができるつまり留置権を持って対抗することができるっていうことなんですねよって第三者が現れたとしても時計屋さんは第三者に対してお金払ってもらえないからあなたあなたってこれ第三者のことですね第三者にも時計は渡さないよというふうに第三者に主張できるわけです、まあ、このように具体例を使ってイメージできればまあ当然ですよね このようにイメージしながら学習するっていうのが短期講座です。短期講座の受講者様は、留置権に関するポイントの動画え、別途お伝えいたしますので、えそちらえ、受講者専用のメールマガからご確認いただければと思います。よく、え無料のメールマガでもお伝えしますが、無料のメールマガっていうのは、量が少ないんですね。まあ、1日3問ぐらいしかないわけですし、その中で全てイメージしながら学習する問題かっていうのはそうではないわけです。たまにしかやっぱないんですよね。 でそうなってくるともう問題量が全然少ないので自分自身で去問を解きながらイメージするっていうことをやっていかないといけないので自分自身でいろんなところを調べないといけないんですね。なんですごく時間かかります。もし1日1時間半とか2時間ぐらいしか勉強できないってなってくると調べながらやっていてはおそらく今年の試験間に合いませんのでもし1時間半2時間ぐらいしか勉強できないっていう方はぜひ短期講座ご検討ください。それでは問い2に入ります。 C が事故の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の売買を免許を受けている D 社に依頼するとしても、C は免許を受けなければならない、ルか×かという問題ですえ。質問されている内容は、まあ、C が免許を受けなければならない、ルか×かということなので、まあ、C さんについて考えればいいですね。 C さんなんですけども、事故の所有する宅地を駐車場として整備して、賃貸業を行うと。まあ、こういった場合です。つまり C さんっていうのは、宅地を賃貸してるだけなんですね。まあ、貸してるだけです。賃貸する行為だけであれば、宅建業者の免許は不要です。でこの問題において C っていうのは、宅地の賃貸をしてるんですね。 宅地の賃貸についても、建物の賃貸についても一緒というふうにお考えください。つまり、建物の賃貸を行う場合であったとしても、宅建業者の免許は不要です。で、こっちはすごくわかりやすいと思います。あの、不動産投資をしているアパートのオーナーとか、あとマンションのオーナー、これをイメージしていただくと、この人たちって宅建業の免許を持っていないですよね。まあそういった方でも、建物の賃貸しているわけですよ。だから免許不要なんですね。で、まあ同様に宅地の賃貸についても、免許は不要です。 考え方は一緒です。なので、問題文の C は免許を受けなければならないっていうのは罰になるということです。ただ、本文のような免許が必要かどうか、これを問う問題っていうのは解き方があるんですね。で、それに従って解かないと引っ掛け問題に引っ掛かる可能性が高いんですよ。で、その解き方については短期集中実力アップ講座でお伝えをしていきます。この考え方を知れば確実に免許の用否で1点取れますんで、1点1点着実に積み重ねていきましょう。 続いて、問さ3です。公園内にある建築物で特定行政庁が安全上防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、憲兵率の制限は適用されない、丸か×かという問題ですえ。これはもう丸ですね。公園とか広場、道路、川、まあ、その他、これらに類するものの内にある建物、つまりこれらの中にある建物ですね。公園の中とか、 広場の中とか、まあ、道路の中とか、まあ、そういった中にある建物で、特定行政庁が、まあ、特定行政庁というのは知事とか市長とか、まあ、そういったイメージです。知事とか市長ですね。これらの人が、安全上防火上および衛生上支障がないと認めて許可したものについては、憲兵率の制限が適用されません。まあ、したがって、今回の問題は正しい記述となります。まあ、これはもう覚えるだけなので、覚えちゃいましょう。 検険率の制限がないということは敷地いっぱいいっぱいに建物を建てることができるということですねそして初めにもお伝えをした6月から宅建合格するための3ステップについて理解学習の具体例も入れて解説しておりますそして短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日となりましたまだ今からであっても今年合格していただく自信ありますので今年絶対合格したいという方は是非短期講座ご検討ください 短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレドスの小野でした